はい、今日紹介するのはこちら、はい、XBOX の冷蔵庫になります。はい、以前ねこれ3年ぐらい前にね発売された商品になります。はい、購入はねアメリカアマゾンでした。はい、という感じでねこちらの商品一体ね、どういったものなのか、もうね、いろんな、ね、YouTuber の方が紹介されてるんですけどもね、私もちょっとレビューしてみたいなと思います。はい、もうねこの写真が載ってるんでね、まあ、どういったものかというのはねこの写真でもう大体わかるかなと思うんですけども、早速ねこれ箱開けからやっていきたいと思います。まあ、箱開けますと一番上にね、はい、説明書がね、載ってますね。はい、これ全部ね英語です。はい、でこの発泡スチロールをね、蓋をのけますと、はい、本体がねこのように、あるわけなんですけども、はい、なかなかねこれちょっと引っこ抜くのが大変だったので、はい、横倒しにしてねちょっと引き出しました。はい、こちらがね、はい、冷蔵庫になるわけなんですけども、はい、袋をね、ちょっと外してオープンしてみました。なんかもうそっくりですよね。XBOX そっくりな形をしています。はい、でこれね実機と比べてみました。左が実機ですね。はい、あれこれ比べるとねもう一回り二回り以上大きいですね。はい、でこの実機の背面と、はい、これ冷蔵庫の背面比べると、はい、ちょっとね似せて作ってありますね。はい、ちょっと穴がね、使えませんけども、でこの一番上がね、この電源の差し込み口、そしてスイッチ、そして LED ランプがねついてますね。でこちらが正面になります。あ、これ蓋開けますとなんとこれ、あ、電源ケーブルがこの中に入ってるんですね。はい、ということでこちらのね電源ケーブルね、見てみますとなんとですねこれ車用のねシガレット用の電源ケーブルもありました。あ、これいいですね。これ車に積んでおくのも結構いいかもしれません。はい、ということでこの電源ケーブルがね2本入ってました。でこのコンセントからの電源ケーブルは右側に挿します。でシガレットからのケーブルはこっちですね、左側に挿し込ます。ではスイッチオン。あ、 LED が点灯しましたね。で正面向けてみますと、あ、これ XBOX のランプが点灯してますね。でこれ蓋開けますと、あ、これね冷蔵庫の中もねちゃんと明かりが点灯するようになってるんですね。はい、ちょっとね分かりにくいのでちょっとね部屋の明かりをねちょっと落としてみましょうかね。はい、はい、もうめちゃめちゃ結構明るいですね。でしかもねこれちゃんとね冷蔵庫ゴムパッキンがちゃんとねついてるんですよね。でこちらをねちょっと押して、冷蔵庫の開け閉めをします。では一体ねこれ、どういったね本数入るのかやってみたいと思います。はい、350ml のね、このジュースを4本入れました。あ、4本入りますねと思って閉めようとするとなんか引っかかってね閉まんないんですよね。はい、実はこのねサイドポケットのこのポケットが邪魔なんでこれもうね取ってしまいましょう。はい、これを取ると、はい、ね、4本の、ジュースを冷やすことができます。はい、でこれね下が4本入るんならこれ当然上もね4本入るでしょうとね思いますよね。はい、では今度ね、この、はい、で今度ねこのジュースを上側に乗せます。はい、でこれね4本入れようと するんですけども、はい、これなんと入らないんですよ。あれ、さっき下4本入りましたよね。はい、これなぜ入らないかというとこの仕切り板をね入れるレールの出っ張り、これが邪魔して実はこれ入らないんですね。まあ、なのでこのね仕切り板をね入れるこのレールの出っ張りをねカットすれば入るかもしれませんが、残念ながら 350ml 下は4本入りますが上はね3本しか入りません。ではね今度横に入れればどうなのかということなんですが、ね、これ横に入れてみますがやはりね、こちら4本はちょっとね無理そうですね。はい、ということで横に入れても3本しか入りません。
はい、ではね、今度 500ml の、ね、ジュースは何本入るかやってみたいと思います。中の仕切り板を、ね、外しまして、はい、こちらを、ね、入れてみます。はい、ただね、これ3本目買ってなくてね、代わりに 350ml を入れます。はい、ギリギリ3本までですね。ちょっと4本は無理っぽいです。ということで 500ml は3本まで、冷蔵することができます。これなんですけども、扉のね、この上側中央あたりにあるボタン、これ一体何なのかということなんですが、実はね、これ上部になんか明かりが灯ってるんですけども、この明かりのねオンオフ、はい、これをねするボタン、電源ボタンになります。で、今度ね、扉の右下の方にもね、これボタンがあるんですけども、で、下に USB もありますね。で、このボタンは何かというと、 XBOX のロゴのねマークのオンオフ、はい、これをするボタンなんですね。はい、それではね、冷蔵庫がどれぐらい冷えるのか能力チェックをやってみたいと思います。下に 350ml のね、ジュースを4缶、上にねコーヒーの缶を2缶入れまして、そしてね、温度計の温度センサー、はい、これをね上段に入れまして、まあ、蓋を閉めたいと思います。そしてね、何分ぐらいで冷えたかというのが分かるように、タイマーですよね、はい、これをねスタートしたいと思います。で、温度計なんですけどね、数値が2つあるんですけども、下がね室温で、冷蔵庫内のね温度は上側の温度になります。はい、ではね、ちょっと時間を飛ばしてみたいと思います。はい、いきなりね5時間後なんですけども、温度計のね温度 17.5 度ということで、全然冷えませんよね。まあちょっとねおかしいなとちょっと思いつつ、もうここでね、ちょっと収録をね中断して、まあ、編集作業に移りました。で、この編集作業中もね、冷蔵庫は稼働させっぱなしだったんですけども、ね、編集作業しててパッとね温度計見ると、なんとね、温度がなんか 14.9 まで下がってたんですよね。よくわかんないですよね。ただね、これからどんどん冷えるかと思ったら、これからねまたどんどん上昇し始めて、はい、またね結構16、17度まで上がっちゃいました。はい、で、これね明らかになんかおかしいんですよね。と言いますのも、僕これね本番を撮影する前に、このねちょっとテスト撮影をね、してたんですよね。で、そのねテスト撮影の、様子がこちらになります。はい、これね温度計見ていただいたら分かるんですが、なんとねテスト撮影の時は 11.5 度まで下がってるんですね。で、しかもこれね何分ぐらいで下がったかというと、1時間ぐらいでまあ下がってるわけなんですね。で、だいたい30分ぐらいで、もうね 14、5度まで下がって、まあ、それから1時間ぐらいかけて、まあ、この 11.5 度ぐらいまで下がるということで、もうめちゃめちゃ、はい、優秀だったんですよね。で、しかも2回ぐらい、まあ、撮影して、このテスト撮影2回とも11度台まで落ちました。まあ、11度まで下がれば結構いいかなと思って、まあ、本番を撮影したら全く冷えなかったわけなんですね。で、この冷蔵庫にはね、この冷蔵能力のなんか切り替えスイッチのようなものがねありませんので、まあ、電源を入れればね毎回同じ温度に下がるはずなんですが、まあ、テスト撮影ではね2回とも11度台までね冷やすことができたんですが、まあ、本番ではね全く温度が下がりませんでした。で、米国アマゾンのねレビューを読んでみると、この冷蔵庫の問題がね分かりました。はい、それはね何かと言いますと、それをねこの外箱のね、に書いてあったわけなんですけども、まあ、なんて書いてあったかと言いますと、はい、かなりねちょっと文字が小さいんですけども、はい、このクーラーは連続使用向けではありません、クーラーを時々オンにすることをお勧めしますということで、要はねもう長い時間使うなよということなんですね。で、僕これテスト撮影でもう 5,6 時間ずっとねつけっぱなしにしてました。まあ、なのでもうモーターがもう加熱しすぎて、なんかセーフティー機能かなんか働いたのかなと思って、ちょっとね数時間間を置けて、2回目のね本番撮影をいたしました。まあ、それがまあ先ほどの映像だったんですけども、やはりねもう全くちょっと冷えなくなってしまいました。もうひょっとしたらねもう壊れてしまったのかもしれません。まあ、なので、これね電源を入れたら、まあ、30分ぐらいでね15度ぐらいまで冷えますので、でもうすぐに取り出して電源をオフにする、まあ、そういった使い方が正しい
使い方なのかもしれません。まあ、冷蔵庫でね、連続使用に向いてないってありえないですよね。はい。ということで、まあ、僕はこの冷蔵庫、まあ、おすすめしません。はい。Amazon でね、調べれば、1万円台でね、90リッターぐらいの冷蔵庫があるので、まあ、それをね、買うことをおすすめします。まあ、この、どうしてもね、まあ、Xbox のこういったアクセサリーっていうかね、この商品が欲しいという方は、まあ、買ってもいいかもしれませんがね。はい。ちょっとね、かなり期待外れな商品でした。でこのね編集作業中も冷蔵庫はね動かしっぱなしでした。はい、ではねちょっと冷蔵庫のね温度もう一回見てみたいと思います。はい、まあ、17.4 ということで全然ダメですね。まあ、正常に動いてた時は30分ぐらいでね15度まで動いてたので、まあ、正常にね動作していればまあ使えるかなとは思うんですけども、どうかな。でちなみにこれちょっとね不具合を見つけましたので、これ紹介したいと思います。このパッキンが下で一部切れてるんですよ。じゃあこれが原因なのかなと、ね、思うかもしれませんが、実は11度の、ね、温度を出した時も、まあ、同じ状態でした。はい、まあ、なので、まあ、これが、ね、直接その全く冷えない原因とは、ね、言えないと思います。はいはい、ちょっと、ね、この辺新品なんですけど、ね、ちょっとどうなんでしょうか。Xbox ってね、もともとこのアメリカでもね、冷蔵庫に似てるよねって言われてたんですよね。で、それを逆手にとって、マイクロソフト自身がですね、この Xbox 型の冷蔵庫を、まあ、実際に作ったというニュースが、まあ、流れてたんですけど、はい、これ、超リアルですよね。もうこの冷蔵庫だけじゃなしに、外箱まで完全にリアルに再現して、はい、この冷蔵庫を作ったわけなんですけど、ただこれね、冷蔵庫、日本の家にはデカすぎますよね。もうどう見ても日本だとこれ業務用だろって大きさなんですけども、ね、もっとね、寝室用の100リッターぐらいの冷蔵庫で、この Xbox そっくりの冷蔵庫があったらね、個人的には欲しいかなと思うんですけどね、どうなんでしょう。もうちょい小さい、ね、冷蔵庫出してほしいなと思うんですけどね。はい、ではね、冷蔵庫、ちょっと温度がまた上がっちゃいましたけど、18度だとどういった冷え具合なのか、ちょっとね、もう実際にこのジュースを飲んでみたいと思います。はい、18度でね、ひんやりとしてるんだったらそれでも使い道があるかなと思うんですけども、はい、ちょっとね飲んでみましたけども全然冷たくないですね。はい、ちょっと冷蔵庫としてはこの温度では失格だなと。でちなみにこれね、稼働してるとき上からねほんのりと熱いね、風が出ます。はい、音はめちゃ静かですね。はい、まあ、なんでちょっとは冷蔵能力あるのかなと。もしこれ水滴がね冷蔵庫内に溜まったら下にねこれ、水滴受けのトレイがありますので、はい、このトレイをね取り外して、まあ、水滴をね、処分するようになってます。はい、であとね、このパッキンがちょっとね一部欠損してた、ね部分なんですけどちょっと補修してあります。はい、まあ、補修してもね全然冷えませんでした。はい、でちなみに消費電力はね 40W でした。ただ正常に動いた時はねもっとひょっとしたらワット数高かったかもしれません。はい、でこれ米アマゾンでね、まあ、安い時だと60ドルぐらい、高い時だと、まあ、80ドルぐらいで売っています。はい、でですね、これちょっと大嘘がありまして、これ10リッター入るよと書いてあるんですが、これ米アマゾンのレビューでもねめっちゃ批判があったんですけども、はい、これ10リットルではありません。正しくは 4.5 リッターです。はい、ということで、まあ、以上でね、この Xbox の冷蔵庫紹介いたしました。